はい、授業を始めます。今日のテーマは渋沢栄一です。一万円札が新しくなるというニュースで彼の存在を初めて知ったという人は多いのではないでしょうか。今日の授業ではそんな渋沢栄一について学んでいきましょう。渋沢栄一は明治から大正にかけて活躍した実業家であり、財界の指導者として今日に知られている人物です。現代の埼玉県にあたる武蔵の国に生まれ、幼少の頃から実家の家業に従事しつつ、積極的に外交にも学び論語を学びました。するとその才能を認められて一橋慶喜に仕えることとなり、1867年将軍慶喜の弟秋田家に随行して投します。明治時代になると明治政府に仕官し、近代的財政金融貨幣制度の導入に尽力しました。そして1873年に第一国立銀行の頭取となり、それ以降王子製紙、大阪宝石、東京海上、日本鉄道などの創立に関与するなど、民間の銀行、産業及び実業家団体の育成と指導に大きな役割を演じたのです。その数は500以上とも言われています。このように渋沢栄一は福沢諭吉と並んで日本経済を近代化させた功労者の一人なのです。以上、今日の授業はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。